はい、どうも皆さんこんにちは。一宮から来ました。これが変な、すいません、あの田中と申します。あの田中を音読みし、本名田中なんですけど、田中を音読みして弁中という名前で、まあ、アーティスト活動の真似事のようなことをさせていただいてます。はい、であの坂本さんとは、あの一宮に彦左衛門っていうお店がありまして、そこでもう、8年ぐらい前から毎年夏にフォークミー、あのこういう形のフォークミーティングをやらさせていただいてまして、だからもう坂本さんと一緒にやった曲は多分もう20曲以上そう、ね、もうやってると思うんですけど。どうしたの声は。今日すいません、ちょっと昨日のヤフーライブがあってむちゃくちゃ寒くて、あのちょっと半分風邪をひいてたんで、あのコロナとかじゃないのでご安心ください。あの、昨日の夜あたりはもうやばくて今日出れないかなと思ったんですけど、なんとか回復しましたので、こんな声なんで申し訳ないですけど、あの1曲目はあの佐田さんのかかしをやりますので、はい、あの皆さんご存知の曲だと思うんで、もう遠慮せずによかったら一緒に歌って助けてください。はい、特に一番高い部分がちょっと怪しくなりますん で、今日は、あ、自己紹介どうぞ。あ、はい、あの名古屋から来ました、さつきと申します。ボーカルやってます。今日は伊勢神宮をお参りしてから、ここに来ました。よろしくお願いします。で1曲目ハモリで、2曲目メインで歌ってもらいますので、はい、よろしくお願いします。ではよろしいですかね。はい、体を壊してはいない。
今回、来年の1月14日ですね、はい、にあの金河新年コンサートというのをあの坂本翔さんのまたやることになってますので、あのよろしかったらぜひあのよろしくお願いします。で、はい、はい、次に歌わせていただきますのは、村下幸三さんの春雨という曲です。それから初恋っていう曲を知って、その2曲はよく自分の中でやるんですけれども、春雨は最近いい曲だなって思って、うん、自分で歌いたいなって思った曲なので、ちょうど、ね、そのタイミングでした。はい、何度かも彼のツアーで実際にこうしたことありますよ。村下幸三さんの声とあとギターのテクが、うん、まあ、あのすごく、尊敬しております。村下君があの行くんだけどさ、リードこう相手弾くんだけど、これ関数また弾くの高い弾くんだ、本人がずっとこれでやるの。サポート行ったのにさ、ずっとこれでやるの、ずっと一回の一回やってきたんで、また出なかった、やってよサモさんって言ったら、俺いいのって、サモさんハモれるかって、ギターともハモれるかって、ハモ込めてギターともかけたって、ギター込めてハモってんの、込めてんだ、あいつはギターともかけたってさ、あのやるだよな。まあ年一緒だけどね、もう今いないけどさ、ね、まあ仲良かったけど、村下とはそんな感じで、ちょっとあんまこれ覚えてないけど、前そうそうか、はい、いいですか、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、うん、ここちょっとね、今伴奏してるんだよ、この熊本、先週が熊本に伝える前にクレジット挟んだの、血まめられるんだよ、痛いのよと、こう、あっ、なっちゃうけど、本当はもっとうまいんですよ。もし今日ミスったとしたら、もう、ごめんなさい、ごめんなさい。で、ちょっと太いからね、ここに当たっちゃうの、弦が。当たっちゃった、弦が当たった。あと、お父さんの話を楽しみに、まあ、ちょっとそんな状態で、弁解してますが。さあ、いいですか？はい。はい。